皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二ですイラストレーターになりたい美大に行くべきかという話をしたいと思います高校で講演していると時々質問いただくんですね私イラストレーターになりたいんですけどどこの美大行ったらいいんでしょう美大は行かなくていいいや行ってもいいんですよ一応美大さんのフォローをしますけどでも なんとか美術大学のイラストレーション学科を出たから有名イラストレーターになれたっていう人誰か名前出ますはっきり言って学歴関係ないんですよ漫画家もそうですけど学歴関係ないっていうのは大学に行くのが無駄だとは言ってません行きたい人は行ってもいいんですよでも大学に行かなくてもイラストレーターとして高く評価されている人売れっ子の人いっぱいいますよねなので 大学受験の関係者としては美大いいよって。言いたくなりますが、僕は本当のことを言ってしまう。言っても行かなくてもいい。なので、美術系大学でイラストのコースとか学科を見つけたら、あなたが興味を惹かれるのはわかります。そして、美大に入れば。絵の描き方は教えてくれるし、いろいろ勉強もできますが。売れるかどうかを決めるのはお客様です。つまり、あなたの描いた絵を買ってくれるかどうか。 ゲームや本のイラストになるかどうかそれってお客さんが決めることあるいは出版社が決めることなんですねですから美大に入ったら絶対売れっ子イラストレーターになれるなんて僕は口が裂けても言えませんだから美大に行くか行かないかじゃなくてあなたはイラストを書くべきなんですよいい時代ですよねそれをネットにアップすればいっぱいいいねがつくわけじゃないですかこれが昔だったら ネットがありませんから自分で描いたイラストを出版社に売り込んで持ち込んで何かの雑誌に絵を載せてもらうっていうことしか昔はできなかったんですねでも今は皆さんはとにかく描けばいいわけです。漫画ですら漫画雑誌に載せてもらえなくてもネットから売れっ子になるっていうのがありなんですから今あなたがやらなきゃいけないのは個性のあるイラストを描いてそれが商業的に高く評価されることが大切なんですね。その上で 幅広い教養や美術やデザインの知識を身につけたいっていう人は美大に行ってください決して学費は安くありませんがあなたがイラストレーターとして成功すれば元は取れますで専門学校も行きたい人もいるでしょう漫画アニメゲームイラストの専門学校に行くのも別に悪くはありませんがこれも同じで専門学校入ったからなれるんじゃなくてあなた一人が良いイラストを描いて飯が食えることが大事なんであって学校に行くか行かないかじゃないんですね。 でもじゃあ高校を卒業してイラストを描くだけでいきなり商売になるのかって不安な人もいると思うんですよ。そういう時に技術を学んだり人脈を作ったりするという点で大学や専門学校に行くことが私は無駄だとは思いません。でもたとえ東京芸大を出ようともイラストレータータで食べていける保証はありません大事なのは学歴じゃなくてあなたの個性技術才能市場マーケットの声なのでイラストを描いてください。 そししててアップしてくださいこれが仕事につながることそれをコツコツやっていくしかありません決して美大があなたを食わせてくれるわけではない美大に価値がないわけじゃないですよなので美術大学の教育内容を調べて単なるイラストレーターではなくていろんな深い教養が身についたりまあ行きたい大学の独自の教育の良さみたいなのをちゃんと調べるといいと思います。頑張ってくださいいありがとうございました ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。